ヘイガイツマキューチャンネル。やらかしたー、マジでやらかしたー。っていうのもネイル行ってきて、お腹空いてきたから、どうしようかなと思って、今日どうしようかな、どうしようかなと思って、家の近くの中華料理屋さんに最近ハマってて、昨日も夜そこで食べたんだけど、いやランチお弁当が500円だから、いやお弁当にしようと思って行ったの、お店に。でそのお店に行って、いつもお弁当が外に出てるんだけど、もう買ったのが2時、行ったのが2時で、うわ2時だからもうね、お弁当終わってるかもと思って、一応中に入って、すいませんお弁当やってますかって聞いたの。そしたらなんか、やったるみたいな、中国の方がね、言ってくれて。でもメニューがなかったわけですよ、お弁当のメニューが。何のお弁当のメニューにしようかなって、いつも頼んでるのがエビチリだったの。エビチリしか分かんなくて、でも毎日っていうか、ほぼ毎日っていうか、まあ、最近お弁当も頼んでるし、夜も昨日食べたし、エビチリばっかだから違うのにしようかなと思って、メニュー何かありますかって聞いたの。エビチリと何だか何と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 か言われたの。もうエビチリとってぐらいしか、バカだから覚えられなくて、エビチリと、もう一回いいですかって言って、なんか、なんとかなんとかって、チンジャオロースって言われたの。あ、チンジャオロース、めっちゃ食べたいなと思ったから、チンジャオロースって言ったの。で、わかったーみたいな感じで待ってたら、なんと、チンジャオロースと、そのまさか、エビチリも来た。2個旦那氏にあげればいいじゃんって思った。そこのあなた、旦那氏が残念ながら今日出張で新潟にいるの。もう食べれないよと思っていたら、なんと昨日もその中華に行って食べきれなくて、持ち帰りのやつも忘れてました。はい、ということでもう大量です。何やってんの、もう本当に。そしてさ、しかももう一つ最悪なことにさ、私リップ口紅をさ一気に落としてきたっぽいんだが。ということで今日はご飯を食べながら何を喋ろうかと言いますと、妊活について喋っていきたいと思います。よくね、妊活しましたかって聞かれることが多くて、妊活っていうのはさ、まずそもそも妊活って何かっていうと、まあ、妊娠に向けて男女が行う活動のことで、特別な妊活をしてますかって言われたら、してなかったんですよ。まあ、ちょっととりあえず食べるわ。ごめんね。お腹。で、妊活。まあ、妊活についてなんですけども、まあまあ、特別なことはしてなかったんですけど、避妊をしてませんでした。まあ、はっきり言うと、コンドームをつけて、やったかやらないかって話ですね。コンドームをつけて、はしてませんでした。普通に。っていう感じなんですよ。だから特に、それで、赤ちゃんが欲しいから、もう、これを飲んでとか、周期をちゃんと測ってみるとかいうのはしてないです。もう、本当に気分で、そういうエチエチなことするときは、特に何もせずっていう感じが、うちらの妊活でした。最初ちょっと頑張ってたって言っても、でも頑張ってたときもあったかな。その周期測ってさ、いただきます。体温測ったりとか。やったりしてた時期もあった。そもそももともと千葉に住んでて、なんで千葉に行ったかっていうのも、ゆっくり子育てできる環境だったりとか、もう人がガヤガヤしてなかったりとか、もうリモート、コロナもあってリモートに切り替えて、お家でのんびり、子育てしながらを目標にしてたの。だから、それもあって千葉に行ったんだけど、まあその時子供できなくて、ちょっと諦めて東京に来たっていうのもあるんですよ。っていうぐらいちょっと千葉では、まあ頑張ってた時もあったかもしれない。でも正直諦めたんだよね。はもう、努力が足りないのかもしれないけど、ちょっと、もしかしたら私のね、体質的に無理なのかもしれないなと思って、まあ、どっちが無理とかさ、検査してないから分かんないんだけど、ちょっとね、難しいかもねって言っても、本当に、子供は欲しかったから、いつか。じゃあ、養子かなみたいな。うん、本当に考えてた。週に何回とかその行為についてって聞かれたんですけど、私が本当に苦手なんですよね、そういうことをするのが。嫌いじゃないんですけど、私はマジで月1でいいっていうぐらい気持ちなんですけど、まあ頑張って旦那氏の意見とかもあるじゃないですか。なんかそのね、レスになっちゃったりとかして、結構トラブルとかにもなったり喧嘩になったりとかするのもあり、相手の気持ちを理解したりとかするのもあり、まあ週1、2は頑張るって言い方はあれかもしれないけど、まあ、週1、2ぐらいは
相手のためも思ったり、夫婦関係を良好に保つためにはとかね、頑張ってましたけどもさっきも言ったけど、特に頑張ってる薬飲んだりとかなくて、私がちょっと思い浮かんだことがあるんですけど、私よもぎ虫に行ったんですよ。でそれがめちゃくちゃなんか妊活にいいみたいな、たまたまですよ、たまたま行ったの本当に。デトックスのために行ったの、それがたまたまなんかめっちゃ妊活にいいみたいな紙に書かれてて、ね、へーみたいな感じで、興味なかったから、もうあーそうなんだみたいな感じで見てたんですけど、でもなんかその本当に少ししてから妊娠が発覚したから、え、もしかしてよもぎ虫関係あると思いました。わかんないけどね、特別なことをしたって言ったらよもぎ虫なの。本当に妊娠のために何かしたって思い当たったのがサウナとか温泉じゃなくてよもぎ虫なの。よもぎ虫ってこの中からさ、こうなんかよくするとかあるじゃん、関係あんのかなと思って。よもぎ虫も高くないのそんなに。私は銀座のオアシスってとこに行ったんだけど、そんなに高くなかったで、行ってみてほしい、もし妊活されてる方とかはぜひぜひ。でもね、暑いんだよよもぎ虫、待って、すっごい汗かくから化粧バッチリしていかない方がいいと思う。むしろすっぴんでいった方がいいと思う。マジで汗かく。なんかサウナとはまた違って、思ったの中になんかそのなんかいい蒸気っていうのが入ってめっちゃ熱い。なんかあぐらか体操座りかとか座り方があるんだけど、どっちかがもう食べられないぐらい熱かった。マジで。でもさ、気まずいのがさ、よもぎ虫ってさ、こう椅子があってスケベ椅子みたいになってさ、空いてんの、このおばたんとかね、でそこに座るじゃん。でその下に壺みたいなこのグツ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 ってなってるやつがあるわけ、液体と。湯気がフワフワってておまたちゃんになって、でそのおまたの中の老廃物とかが垂れてくるの、下にね、もう液の壺の中に入るわけ、よもぎ虫の液体が。でそれを見せられんの、診断みたいな感じで。その中のなんか泡の形とか泡の感じ、液体の色とかで、まあこれは何かなんか溜まってるとか、なんか腸が悪いか何とかが悪いみたいなのを診断されるんだけど、めちゃくちゃ気まずくて、だって表の中から出てきた液体をさ、2人で個室で見てさ、どうのこうと言われるわけさ、2人で見んのみたいな。なんか紙に書いてあるの、あの色だったらこうだ、この泡の形だったらこうとか、なんかそれを自分で見て、あ、ええー、だと思ったら、まさかの壺と一緒にさ、こちらはこうでこうでって言われて、気まずいなって思いました。それがめっちゃ TikTok バズったの、嬉しかった。ということで、まだねご飯残ってるんだけど、話は以上になりますので、あのこちらの方で動画を終わりたいと思います。食べながらで失礼いたしました。皆さん本日も動画見てくださって誠にありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタン、そして各 SNS のフォローもお忘れなく、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。いつもありがとう、バイバーイ。マジで美味しい。ちなみに肉団子もある。肉団子美味しくない？肉団子の中華のデザート、杏仁豆腐じゃなくて肉団子派。うん、うまい。